夢ラジオ第437回、今日は平成29年5月23日火曜日です。時刻は午後9時、横浜港北西に面した窓、もうすっかり夜ですね。街明かりがついています。キラキラ輝いていますよ。ここから西に面した窓で外を見るってことは、厚木飛行場の方を見てるわけなんですね。で、さっきから厚木飛行場に降りる飛行機が、着陸する飛行機がいくつも飛んでますね。今日はそういう飛び方というか、そういう着陸の仕方なんでしょうか。東に向かってこう高度下げながら、そして右に曲がって降りていくっていう、そういう進路のようですね。何機も着陸していきました。437回目の夢ラジオ、今回は帝国海軍の軍人東郷平八郎を取り上げます。東郷さんです。原宿に東郷神社ありますね。 Z 機も翻っていますよ。あの東郷神社に祀られている人、運の強い男と呼ばれましたが、まさにその通りで、その運というのが、あのような神社に行ってもあやかれるんだったら、そこに日本人が集うのもわからないわけではありません。1863年、文久3年に薩英戦争というのがありましたね。たった一日だけのイギリスと薩摩の戦争。あの時、10歳ちょっとの少年として参加。後の戊辰の戦いにも参加。明治政府始まってからは海軍軍人としてキャリアを積みます。イギリスにも留学していますね。ですから当時の世界最先端の海軍技術、海軍知識得て帰国した東郷さん、日清戦争にも従軍しましたが、東郷の名を歴史に刻んだのは日本海海戦ですね。明治38年、1905年、迎え撃つバルチック艦隊を T 字戦法で撃滅。口で言うのは優しいですが、 T 字戦法というのは実はタイミング一つ間違うとこちらがボロ負けする、そういう戦法でもあったんですね。ものの見事なタイミングでバルチック艦隊の前に日本の連合艦隊立ちふさがりました。作戦を立てた秋山参謀がすごいとも言えるかもしれませんが、実際にバルチック艦隊を前にして命令下したのは東郷連合艦隊司令長官でしたね。この日本海海戦、歴史に残るパーフェクトゲーム、日本の連合艦隊ほぼ無傷、
バルチック艦隊ほぼ全滅、こんな状況でした。世界の海戦多々あれど、ここまでのパーフェクトゲームほとんど類を見ませんね。だからこそ日本だけでなく世界で統合の名は教えられるわけです。というより欧米の世界史ワールドヒストリーの教科書で日本が出てくるのはね、ここからですよ。大抵このロシア日露戦争からですね、日本が世界史の中で登場してくるのは。それ以前の日本って書かれないか、書かれたとしても江戸期鎖国やってましたの一行で終わりっていう。でその日露戦争で日本が登場し、教科書ですよ、そこで目の覚めるような勝利を飾ったのが東郷。この東郷という名も教えられるようです、世界各国でね。だから日本を代表するような偉人とも言えるでしょう。ロシアを追い払ってくれたわけです。東郷平八郎はこの日本海海戦の大勝利の後、半ば神格化され、まあそれだから神社もできたんですが、ですからその後実務に携わることがなく、まあだから日露戦争で勝った後の東郷って私たちは知りませんね。いやそれはその通りで、もうその後の東郷は何もしなくてもよかった、ただいるだけでよかった、そういう存在なんですね。元帥にもなりましたよ。亡くなった時は国葬。ただしこの夢ラジオで今まで大東亜戦争のことについても割と詳しくお話はしてきましたね。その大東亜戦争のことを考えるとき、今回の勝ち戦、坂の上の雲、日本海海戦の奇跡的な勝利、東郷平八郎の奮戦、これも日本の破滅のスタートこの辺だったんじゃないかと思わざるを得ません。国力差でいけば日露戦争における日露の差は大東亜戦争における日米の差に等しいものあったでしょう。まあ統計の取り方はいろいろありますし、国力の差なんてそう簡単に測りはしませんが、まあおよその感じでいくと日露の差の方が大きかったかもしれないけれど、そんな戦争にね、東郷の目覚ましい傭兵と強運、これで大勝利したということで、日本人の心の中に国力差数倍あっても平気、いざとなったら神風が吹く、信州日本は負けないみたいな信念がどこかに生まれなかったでしょうか。そして後の日本人がね、これは軍人政治家問わず、大東亜戦争最終的に踏み切るとき、日露でもやれたから心のどこかになかったでしょうか。そして大東亜戦争をずる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 と負けが込んできても続けていくとき、日本海海戦のような奇跡がどこかで起きるんじゃないか、そんな気持ちがどこかに。そのことを考えると、この日本海海戦の勝利、東郷平八郎の活躍も複雑な思いで見ることになります。明治の
輝き、坂の上に走っていった雲、その雲を目指して走っていったはいいんですが、その後断崖から転げ落ちた、こんな感じですよ。東郷平八郎がこの日本海海戦で帰還とした戦艦三笠、今も横須賀に記念館として保存されています。入場料いくらか払わねばなりませんが、中に入れて見せてくれますよ。案外こんな小さかったのかみたいな気がしますね。まあ後の大和や武蔵、長門や陸奥っていうのがまあ大きかったからというのもありますが、いずれにせよその三笠が今も残り保存されている、まあそのこと自体は良いことでしょう。夢ラジオ437回、今回は帝国海軍の軍人東郷平八郎、その活躍、けれどその活躍が後の日本に決して良いものをもたらさかなかった、そんなお話をいたしました。放送している間にも夜が随分濃くなってきましたね。リスナーの皆さんも落ち着いた夜お過ごしください。